こんにちは悩み解決チャンネルのキリです今回はカリフォルニア大学の研究をもとに HSP の人が人生を楽に生きるための具体的な戦略というのを紹介していきます。この動画はこんなあなたにおすすめです。HSP で悩んでいる。周りに HSP の人がいる。HSP の人が楽に生きる方法を知りたい。そんな方におすすめの動画です。一般的には繊細すぎて 物事が気になりすぎるといったデメリットばかりが強調されがちですが実際にはデメリットばかりではなくメリットも大きいといととうことを前回紹介しましまたただそれでもやはり周りの環境のちょっとした音でもドキッとして集中が削がれたり何か刺激があってリラックスできなかったりと何かとつらいこともあると思います。 今回はこれらを解決する具体的な戦略を紹介させてもらい日常生活を楽に過ごすための方法を身につけていただけたらと思いますこれさえできるようになればあとは HSP にしかないメリットの部分をしっかり生かすことを考えていただけたらと思います HSP は自分の特性を理解した上で余計な情報が入らないようにしたり邪魔のない環境を整えてさえいれば物事を考えたりコツコツと進めることは得意です HSP の人は感受性が高いのでその環境さえ整えればアートでもビジネスでも他の人が思いつかないようなところに注目することができてその結果として成功するというのは決して珍しくありませんですから HSP のメリットを理解して環境を整えるというのがまず必要になるということを前回の動画で解説しましたその上で今回は HSP の日常生活を楽に過ごすための戦略について解説させてもらいます ここではカリフォルニア大学リバーサイド校の臨床心理士であるアマンダ・カシル博士が先行研究をもとにして HSP の人が社会の中でうまくやっていくためにはどのようにすればいいのかということについて具体的な戦略をレビューしてくれています。これは HSP の傾向を抑えるということではなくうまく戦略を使うことによって日常生活をこなしていくことができるというものです。 HSP の人は多くのものに注意が向いたり、繊細になったりしてしまいがちですので、手持ちのリソースが少なくなってしまうということがあります。HSP でない人は許容力があるというわけではなく、周りにある刺激に鈍感で気づかないだけです。HSP の人はポジティブなことにもネガティブなことにも、良くも悪くも気づきやすくなるので、 これをどのようにすれば自分のリソースを余計なことに分散させることなく、自分のするべきことに集中できるようになるのかということです。今回紹介する HSP の人が楽に生きるための戦略は環境アセスメントです。 HSP の人はたくさんの刺激に気づきそれについて考え込んでしまい注意力があちこちに分散してしまうのでそれぞれに対してうまく対応することができずにパニックになったりしてしまうわけですではどうすればいいかというと最初から分類しておけばいいのではないかというのがこの環境を評価する環境アセスメントというものです自分の身の回りに対して1週間から2週間ほどかけて観察してもらい自分の気分を乱す可能性があるもののリストと 逆に自分の気分が上がる可能性があるもののリストをあらかじめ作っておきましょうというのが環境アセスメントです。これをあらかじめしておくだけで自分がどのような刺激を受けた時に気分が下がったり落ち込んだりするのかということが明確になり余計な刺激を事前に避けることもできるようになります。 これを例えるなら、注射の痛みは、これから痛みを感じるということを分かっておけば、耐えれたとしても、何も気にせず家の中で過ごしていて、突然、タンスの角に足の小指をぶつけた時の痛みというものは、その痛みの強さはもちろんのこと、不意打ちだからこそ余計に痛いということもあると思います。HSP の人の刺激もこれと全く同じだと思います。ネガティブなものに対しては、心の準備と余計なものを避ける準備の両方を同時に行うことができるというのが環境アセスメントです。 HSP の人はたくさんの情報に気づきそれを自分の脳の中に取り入れています情報入力からの影響を受けやすいので実際に脳の中枢神経系の処理能力がオーバーしてしまいますですからまずは自宅や会社通勤途中など皆さんが日常の中でよく通ったりしている場所を観察してもらいそのような場所からどのような刺激を受けているのかということをあらかじめ調べておく必要がありますこれは HSP でない人だと難しいかもしれませんが HSP の人は刺激に気づきやすいので これを1週間から2週間ほど行ってもらえると自分の周りにある刺激をほぼ把握することができるようになります具体的には例えば仕事場であればその場にしばらくいてみてくださいそして周囲にあるものを自分の五感で確かめてみてくださいここでは何がいいとか悪いということではなく自分の五感の感覚だけで確かめるようにしてくださいまず五感として一番刺激の強いところから始めた方がいいのでまずは視覚です目を使って自分の慣れ親しんだ環境を確かめていきます いいとか悪いとかポジティブとかネガティブで判断するのではなく両方を確かめてください。私の場合であれば観葉植物を見るとなんとなく落ち着いた感じになりますが観葉植物の土が少しでもこぼれていると気になるといったようにポジティブな刺激とネガティブな刺激の両方を自分の視覚だけを使って確かめてみてください。この時に自分の五感全てを使って全ての情報を確かめようとしてしまうと隣の人の生活音が気になってきたり。 余計な刺激までどんどん気になり始めてしまいパニックになってしまいますですから視覚だけであれば視覚だけに意識して制限するようにしてくださいぼんやりとリラックスした状態で周りをゆっくり眺めたりして一つ一つ五感を使って周りを確かめていきますいっぺんにまとめてしようとするのではなく一つ一つですこのようにすると自分の視覚に対する刺激として何が良くて何が悪いのかということが見えてきますこれをノートやスマホのメモに書き出してリストアップしてください次は聴覚です 人間の五感で感じる刺激というものはそのほとんどが聴覚と視覚ですから大抵のの場合視覚覚と聴覚の2つでどうにかなります例えばゆっくりとリラックスして耳を澄まして周りの音を感じてみたらやはり静かで物音がしない状況は落ち着くと感じたり猫の鳴き声が可愛いとか外から鳥の鳴き声がかすかに聞こえてくるととても落ち着くというのもあるかもしれません。 音で言うと夜寝ようとした時に時計のカチカチという音が気になるとか照明や電子機器からのかすかな電子音が気になってしまうということもあるかもしれませんこのように聴覚においても自分がリラックスできたりポジティブな気分になることができる刺激とネガティブな刺激を探してそれをリストアップして同じように書き出してくださいこのような刺激は周りにあると気づかないうちにそれにとらわれてしまいますのでこれを一つ一つ積極的にこちらから探しに行くということです 上に現れてしまう刺激に対しては対処ができないのでついつい気になってしまいますが最初から分かってさえいれば対処することもできますしどうすればいいかということも見えてきますほとんどの場合はこの視覚と聴覚でなんとかなりますが HSP の人の中には他にも気になる感覚を持つ人もいて 三つ目は嗅覚になります。例えば最近自分が買ったアロマキャンドルの香りはリラックスできるなという人もいるでしょうし逆にゴミの匂いや換気されてない空気猫のトイレの匂いなどが気になってしまうということもあると思います最後に味覚はありませんので触覚です例えば自分の家のソファーの座り心地や触った感じが気持ちがいいとかよく着ている服の手触りがとても気持ちがいいというのがあったりします一方で例えば仕事場のパソコンのキーボードやマウスの感じが気になってしまうということもあるかもしれません 以上の4つの間隔から自宅や職場など自分がよくいる場所や通勤途中などよく通る場所の確認をするようにしてみてください。この確認が終わったら自分の気分を害する要因のリストを作成します。その上でそれぞれの原因を分析して解決できそうな対策を考えていきます。 私の場合であれば主覚として猫のトイレの砂がどうしても飛び散ってしまうということがあるのでそれを思いがけず踏んでしまった時の感覚が嫌だというのであれば一日の中でルンバがまずはその飛び散りそうなあたりから掃除をしてくれるように設定しておくことでほぼ解決することもできますこのようにしてネガティブな刺激に対対すする対策を考えていきます次に自分にとって気分がいいトップ3のリストを作ってください 自分にとって気分を害する刺激に対しては極力全て対処する必要がありますがこの自分にとっていい刺激というものは特に対策する必要はないのでトップ3をピックアップしてください自分の気分を害する刺激に対しての対策は極力行うわけですがそれでも全てを避けることはなかなかできなかったりもしますのでそれにより気分が落ち込むのを避けるためにも気分が良くなるトップ3を確認しておき気分を害する刺激を思いがけず受けてしまった場合にはできるだけそちらに注意を向けるようにします そのためすぐに思い出せるようにトップ3に厳選して覚えておきます例えば自分が紅茶の香りを嗅いでいる時はリラックスすることができるというのであれば思いがけず嫌な刺激に気分が落ち込んだ時には紅茶で一息つくというようにしてもいいと思います猫を撫でている時の手触りがとても気持ちよくて可愛いというのであれば嫌なことがあって落ち込みそうになった時には家に帰ってまずは猫を撫でるということにしてもいいと思います HSP の人はポジティブな刺激にもネガティブな刺激にも敏感ですから ネガティブな刺激に対しては、それを理解した上で極力減らす対策を行い、それでも万が一感じてしまった場合には、ポジティブな刺激を増やすようにしておくと、この部分では、HSP でない人よりも気分が良くなります。HSP の人は、ネガティブなことが起きた時には、ついついそれにとらわれがちですが、いいことを経験するとすぐに元に戻れるというメリットがあります。これも感受性が豊かであることのおかげです。 今回の環境アセスメントはは仕事場や家のものももにに対してだけででなく他にも適用が可能です例えば自分はパーティーの場ではこのような人と接したりこのような話題になると気分が落ち込んでしまうということが分かればどうしてもそのような場所に行かないといけないとしてもそのような人や話題だけは少なくとも避けるようにできるわけです。 というわけで今回は HSP の人が人生を楽に生きるための戦略として環境を評価する環境アセスメントについて紹介させてもらいました。ぜひ参考にしていただけたらと思います。他にも HSP のメリットを知りたいという方は続きの動画として HSP のメリットを解説した動画を概要欄に入れておきましたのでぜひこちらもチェックしてみてください。ためになったらチャンネル登録と高評価、動画のシェア、Twitter のフォローよろしくお願いします。 さらに、悩み解決チャンネル公式 LINE では、科学的に安い方法を無料配信しておりまして、辛いダイエットなしで自動で体をスリムにしたいと思う方は、概要欄のリンクからご覧いただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。